この度ですね、はい、提供、はい、提供することになりました。ありがとうございます。女性自主的です。はい、わかった。なんです。初じゃね。自主的。確かに。まあ、初じゃないですけど、はい、まあ、こんなすがすがしく出るのが、でも初かもね。初ですね。来づらくなって体調がね、はい、多かった中で。はい、まあ、別にそういうわけじゃないもんね。まあ、そうですね。まあでも、ここでずっと打つ生活をしてたんで、行きづらくはなりました。その中でもやっぱ思い出はある。めちゃめちゃあります。俺に最初住んでたよ。4月ぐらいだっけ。そうですね。相馬さんが先住んでて。で、その後に多分平京が5月ぐらいから住み始めて、そこからもう1年ちょい。そこって結構あったじゃん、いろいろ。それをさ、今日は思い出を語りながら、お別れ会しましょう。いやー、いいっすね。ありがとうございます。いいっすね。こんな動画でいいんですか。で、いいんじゃない。こんな動画がいい。いいんです。そうそうそう。なんならもう作業的に言ったらもう超時間かかってますからね。いや、そうよ。だってもう2日かかってんだから。いや、これ引っ越しマジ大変だよ。この狭い部屋によくあんなもの詰めたねって言うんだよね。もう今すっからかんですよ、もう。すっからかんで、もういろんな人で手伝ってもらってね、やっと。この部屋、広角で見るとさ、はい、マジ気持ち悪いね。音がやばいって、ハリセンの動画があって。悲鳴がしますけど大丈夫ですか？心配ね。心配です。苦情じゃなくて心配です。ここ防音室なのに、はい、全然防音じゃねえじゃんみたいな。で、ここでね。さらに強化した。強化したんだよね。それが、まあ気持ち悪いって。これからちょっと剥がすんですけど、はい、これ剥がす前にさ、この背景を楽しみながらさ、まあ飯でも食おうよ。いいっすね。俺らといえばほら、ピザやん。だから全然食ってなくてさ、やっと食えるよ。夜だよ、もう。はい。萩野寿司さんです。うわー、うまそう。うまそうでしょ。しかも見てこれ、ウニとか0個。すいません、富士選びました。富士でいいんです。富士でいいんです。これでも7000円しましたもん。7000円。わー、美味しそう。もうスタンダードね。ザ・ピザっていうピザね。はい、食べましょうか。食べながら思い出トークですか。思い出トークしよう。なんか疲れましたね今日は。疲れたな、ほんと。ちょっと疲れた顔しても許してください、マジで。ご飯食べる前にやっぱ気引き締めた方がいいかもしれないですね。ちょっとやっぱ大きい声で気引き締めたいとかあるけど、ちょっと俺声出ねえよ今日。俺もなんか吸われてる感じして、なんか全然なんか気分が良くないですよね。誰かちょっと気分良くなる大声で出してくれる人いないかな。気引き締めてほしい。しまっていこう。撮影中なんで。妖精トイズ撮影中なんで。やばくないですか。パワハラっすよ。あ、すごい。乾杯。うめえ。いただきます。うん、本当に美味しい。マジ油上品。全然だよ。この家の思い出といえばさ、まずは事故物件じゃん。まずは、まずは最初にびっくりしたじゃん。俺らがめちゃめちゃボロい家住んでた時に、防音室住みたいっつって、やっと見つけた防音室で、はい、ここからここで撮影していこうって言ったら事故物件だったっていう。見つけるまでがすごくて、最初に家引っ越す時に内見みたいにして、もう大体部屋の内容分かってるから、ここだったら寝れるなと思って、うん、じゃあ布団一つ持ってタクシーの運転手に持ってって住所言うじゃないですか、うん、そしたら「え、そこですか？」みたいな。「え、なんでですか？」みたいな。いや、いいですけど。でそれまでは超陽気だったのに、何も言わないでそのままタクシー行って、でここ着くじゃん。着いて、ちょっと僕荷物あるんでいいですかって言って、まずじゃあ布団を部屋に置いていくわけじゃん。で、その戻った時に服がもうほっぽり出されて、そのままタクシー運転手行っちゃってたの。地面に置いてたんですか？地面に置いてた。やば。あの入り口の方に。で、怖いじゃんそんな、はい、で、なんだこれと思ってこう持ってって、そしたら間取りが違うって内見したの、はい、俺中の部屋見たの最初、はい、でも蓮の部屋になってて、なんだろうなと思って見たらシミがめっちゃあって、怖いですね。でここにめっちゃシミがあって、うん、怖っと思って押し待てる調べたら火ついてたわけよ、この家。あれマジでヤバかったよ。でも俺ちょっとめっちゃ追い込まれてた。追い込まれてました。マジどうしたらいい、どうしたらいいみたいな感じです。今すごいテンパってます。僕すごいテンパってます。めちゃめちゃ怖いです。こんな深夜にこのね、事故物件一人めちゃめちゃ怖いです。はい、本当に怖いです。ちょっとマジでやばいです。今何喋ってるかもちょっとよく分かってないですけど、とりあえず動画撮っとこうと思って、この温度感で、話してます。今ですね、平京引っ越したんですけど、引っ越し先に来たんですけど、事故物件でした。俺は今前の家にいるので、うん、別に何も怖くないです。うん、そうか、温度感違うな。じゃあ一回切ろう。よし、一回聞いてみました。ちょっとうざいんで、はい、ちょっと温度感違うんで、どうしよう。だからタクシーの運転手もそれ絶対知ってたよと思って、平京もさ、その時はなんだよみたいな、別にそんな大丈夫っすよみたいな感じだったけど、いざ住み始めたらずっと鬱だもんな。じゃあ切ない、ちょっと関係ないじゃん。関係ない関係ない。じゃあここ住む。住まない。なんか気悪いぞ。いやいや、めちゃめちゃ関係ない。あとね、俺が一番嫌だったのは、うん、日光がね、入んなくなった。
だ最初来た時は一番大事なのは日当たりだと。そうね、一番大事なのは日当たりなんで、うん、そこで確認したんですよ、うん、まあ、あと防音、はい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 、日当たりよし、防音よし、じゃあ OK! だったんですよ。はいはいはい。でその日当たりがですね、隣ずっとこういうのをするんですけど、だんだんこう建物の高さ上がってってこれどこまで行くんだろうと思ったら綺麗に追いつくしどんどん光が失われてるんですよ。俺が住んでる時は全然光だったんですよ。でエリオンが住み始めてからだんだん光がなくなってくっていう、もうエリオンの心境と全く一緒。エリオン最初は元気だね、最初は元気。うわこの家で撮ってた動画で思い出深いのよ、はい、俺が一番やっぱあの200万人以上登録者に聞いて伸ばすってやつ、あれめっちゃ伸びたやつ。確かに、あー伸びましたね。あのイメージ結構強いな、うん。あとあれだ、はい、モーニングルーティーンもこの家。あーそれでかいですね、この狭い中で長やったっていうね、うん、あー美しかった、うん、そろそろ俺らもまたモーニングルーティーン新作撮んないとか、皆さんにアドバイス聞きたいところだし。確かに、はい、そのあの時に、うん、なんかもう一人入れた方がいいんじゃないみたいなことを言ってる人結構いたんで、あれとか言ってたよね。言ってました、うん。今度さ、なんか100万人以上の人にさ、100万人行く方法を知りたくない？より具体的に。はい。どんだけ他力本願なんだよって言われるかもしれないけど、実際当たってたわけよ。前回はさ、そう人増やした方がいいよっつって。まあ今のところはまだ当たってるよ、うん。ってことを考えたら、ちょっと面白くない？いや、面白いと思います。ね。ちゃんと思いの深いとこを教えてよ。うつるっていいっすね。あそれってさ、要はその思い出深いってよりかは、もはや最近の動画で一番。リアルっすね。あれも本当はもっと動けないんでしょ？はいはいはい。あんなできないっす。あれはもう調子いい時だな。調子いい時でもできないです。調子いい時でもできない。じゃあもう嘘じゃん。あでもこれですね、この動画も結構思い出深いですか。確かに。なんか労力的にすげえ大変だったこれとにかくやっぱ2人のさ動画ってやっぱ効率悪いことが多かったここでの動画って、はいはい、特に悪かったよな。いや悪いっすね、うん、効率悪いのあとチャットフード生活。あった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 。途中でヘギョが打つ気に入っちゃったやつ。ヘギョ動画いないからね途中。あ、そうなのか。そう、いやそうよ。だからめちゃめちゃ覚えてるで、途中から参戦してもらった。あ、なんか何も食ってなかったんじゃん、その間。あ、そう、その後何も食ってなかったと。うん、72時間耐久系で、初ヘギョが離脱する。そう考えるとめちゃめちゃ青春してるじゃん、ヘギョこの家で。いやでも、俺も青春よりソースの方がすごかった。あー、どのお話しても最終的にソースでしょ。やばい、これ超うまそう。やばい、なにこれ。生ハムになんかチェダーチーズみたいな。いや、これ絶対うまい。これ、こっちが生タコっす。いや、これ絶対うまいじゃん。すんタコじゃん、生タコっす。うまいっすか。うまっ。タコうまっ。タコうまいよね。タコうまい。いや、もう幸せですね。もう幸せだよ、もう語り尽くしたしな。でも俺ここ寝てる時に、あの玄関がボーンってなって、え、叩くというか、殴るというか。怖っ。深夜っすよ。深夜、はい、で、どうするの。怖っと思って寝ました。えぇ、ー、行かなかった。いや、行ったっす。行ったの。はい、行っても誰もいなかったっす。で、怖っと思って寝ました。寝たんだ。その話せば話そうと、ホラーと相当話しかならないから。もっと明るい話は楽しかった話しよう。楽しかった話ないっすよ。この部屋で意外と撮ってない。すぐね、もう一つの家借りましたもんね。あと、心が病んでいるあなたへね、名作覚えてね。意見をひたすら笑い続けるっていう。今見るとちょっと怖いな、なんか怖いな、ちょっとな。え、ちょっと、こうしてる、こうしてる。ちょっとなんか病んでましたよね、全体的に。全体的にちょっと病んでたね。うまい具合にいかないくてね。そうだね。あ、あとこれね、秘密の刃最終話当てるまで終われません。これ、確かあれですよね。うん、おみの渾身の企画でした。そうそう、おみが結構初めてぐらい考えて、はい、マジでこれは当てに行きましょうって言って、過去最低再生回数出た。そこからおみが一回企画を考えるのをやめるっていう危機が入る。めっちゃ気にしましたね。めっちゃ気にした。だってこれ本当にゲロ吐くぐらい伸びなかったよ。マジで。初めての質問コーナーもここでやったんですよ。そう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 。そう考えるとね、ちょっと思い出深い。思い出深いっすね。いやでもこれ瞑想期だね。結構瞑想してる気がする、うん、なんかちょっとトリッキーっすよね。トリッキー企画もほぼ体張ってる。いやもう我らながらすごくない？ Uber Eats 1枚食べ放題の40万人記念。これ今何万人記念すか。じゃあこれもう55万人記念。おーすごい。1年で15万人増える。これ結構すごいんじゃない。すごいっす。来年はだからここで70万人記念が取れるんだ、うん、おこのペースでいったら。そしてちょっと100万人見えてこない。確かに70万ってきたらもう100万人見えます。で次が85万は。でその次100万円。その時33歳。わお、わお。33歳ってやばいですね。いやもう一個上だ。多分32歳。35の年。うわー、シャボニーでした。40歳。もうそれこそもうおじさんでしかないっす。おじさんでしかない。片付け
けしますか。片付けしましょう。まだ終わってないんです、まだ実は。これ片付けしなかったら、うん、また次の日になっちゃうんです、これ。確かに。じゃあ、ちょっと片付けしますか。はい。じゃあ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、作業を開始します。頑張ります。頑張りなこう。ん？え？頑張っていこう、頑張っちゃおうって言うから。なんで？俺でもこの色味も好きなんだけど、テープに残ってる赤と黒のバランス。私どう思った今？ルルの方、ご飯の方。トシに言われる。言われたな、トシさ、二行のさ、好きなところ三つ言ってね、今から。せーの。優しいところ、かっこいいところ、男茶があるの。何？喉越し？喉越しが？喉越しが？男茶が？お前、男茶。男い？あ、男ち？男ち？男ちって言ってた。男ちって俺、男茶がって聞こえた。じゃあ、俺がいいところ見つけてね。はい。せーの。かわいい。この穴。優しい。かわいいと優しいの間のおならなんだ。優しいとか、かっこいいとか、そういうのなしにして。いくよー。いいところ見つけて。せーの。赤髪。面白い。そもそも見えますね。誰のいいところ？さんまあまあ言えるけどね。何しますか？はい。はい、やば。優しい赤髪。おなら。バカお子様セット。バカじゃないこれ。いいね。お子様でもバカって言います。いやこれは相当アホだわ。じゃあどうぞ。はい、すいません。素晴らしい。